い、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージュです。では今回は信長の野望大使パーティーと、斎藤家弘法物語の続きをやっていきたいと思います。でここまでですね、将軍家に睨まれてしまって包囲網をたびたび敷かれるという苦境を繰り返しているんですが、今一旦その包囲網が解けている状態なので、この隙に上杉謙信とは和睦、そして清水山城を攻略しておきたいというふうに思っています。早速じゃあ清水山に、軍勢を出しましょう。200しかいないので、ここは数をね、用意しておく必要はないと思うので、できるだけ迅速にという観点から集結する場所まで、短い日数で行ける部隊で編成をしていきましょう。4700の兵で繰り出しましょうか。進め。ではこのまま一気に清水山城、そして羽生城ですね、ここも400しか兵入っていないので、この2つの城を目標に一気に攻略を進めていきましょう。そしたら清水山城を攻略したんですが、謙信との親善がうまくいく気配がないという状況なので、ここは信玄ではなく謙信ですね、謙信にちょっと備えておこうと思います。まずは信玄に新章上限までアップしておきます。まあ、婚姻同盟を持ってるのでね、そこまで焦る必要はないかとは思うんですが、いざという時のために、しっかり、新章を上げておきましょう。で、上杉軍がおそらくこの朝倉山、一条谷、勝山、この3つの城のどれかに攻め寄せてくると思うので、ここに対しては、多少無理をしてでも、歩兵をしておく。かしこまった。朝倉山に関してはもう全くと言っていいほど兵が入っていないな。はで、あとは米をね手に入れるために農業をやっておきます。ではまた時間を進めていきましょう。はい、そしたら秋になりましたね。これで上杉軍も、そして我々も兵糧十分というところになるので、もしかしたらね、上杉軍が再び攻め寄せてくる可能性があるのかなというふうに思います。なので設備をね、朝倉山城に増強したいところなんですけどね、すごくしょぼい城なので、まあ、どうにもならないと。おそらくこれだとね、敵は、朝倉山城に攻めてくるんじゃないかな。しかも、兵力十分。富山城に8000。小山御坊に7000。いや、厳しいな、これで攻められたら。兵糧的にも持つかどうか。で、あとは、将軍家がね、まあ、今、ゴリゴリ押されている状態。小山御坊、二条御所もね、ピンチという状況なので、なんとかこれでね、将軍家が滅びてさえくれれば、チャンスは出てくるかなというところですね。
では農業を始めて、時間の方をまた進めていきたいと思います。よし、ここで一旦足利将軍家との講和が可能な状況になっているので和睦をしちゃいましょう。そうすれば謙信への備えも一時的に緩めることができるので、これは急ぎ義輝に和睦の使者を立てます。なんとかこの使者が間に合ってさえくれれば。まあ正直でもね、将軍家としても少しでも敵を減らしたいという情勢だとは思うんですけどね。これ筒井が北畑に滅ぼされるな。一式も滅んだ。よし、これで義輝との間も6ヶ月間、保てるので、この間に上杉謙信との親善を行っておきましょう。六角と北畠は六角につきます。六角に兵を貸そう。金16,000、でかい。でかすぎると同時に六角の資金力半端ないな。かたじけない。報告いたします。先月の、いや金が一気に増えたわ。これは本当に大きいで。じゃあここから内政、六角からね、受け取った金を使って内政、あと謙信への親善、これをね一気に進めていきたいと思います。はい、北条と上杉が戦を始めてるので、ここは上杉についておいて、一旦上杉とのね仲を回復しておきましょう。このまま上杉との関係が改善できれば一気に将軍家を滅ぼすということもできますからね。ただ謙信との交渉がねうまくいかない状態なんですよね今。これはなんとかね、謙信との交渉を早く始められるように持っていきたいなと思います。ではまたここから時間を進めていきましょう。では畠山と同盟が結べるようになってますので、畠山とは同盟を一時結びます。まあ、敵を少しでも減らして国力を強めるというのがね今の狙いになりますので、敵を減らすために畠山とは同盟を結ぶ。筒井は北畠に滅ぼされているので、まあ、同盟国が一つ減っていたので、ここでね畠山と同盟を結んでおけばいいかなと思いますね。我が覚悟お見せしよう。ご内緒が出た。どこだ敵は。うわ、また打ちかい。また打ちですかい。謙信とのね親善がうまく進んでなかったので、とはいえ北条と上杉の合戦では上杉に味方するとしたので、どうかな、期待だけしましょう。出たよ。何なんだよ謙信。いやーなかなか言葉が出ないな。敵が我が領内に向かっております。3万3000が朝倉山城に3万3000。いやー言葉が出ないな。畠山との同盟もあと一歩というところでしたね。残念だな。ではね、ちょっと今回はここまでさせていただいて、また次回はですね、
上杉謙信との戦いをまた続けていこうかなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。